国立自然史博物館は、インドのニューデリーに存在した、博物学を取り扱ったインド国立の博物館である。環境、森林、気候変動省の監督のもと、1972年に設立され、1978年に開館した。2016年4月26日の火災で建物とすべてのコレクションを失った。国立自然史博物館の使命は、 国立自然史博物館自身のみならず、国内各地の地域自然史博物館で環境教育を促進することであった。そのために学校の環境教育で使うための貸し出しキット等の提供、国内外の機関、組織との博物学プロジェクトの調整、博物学研究の指揮を行ってきた。国立自然史博物館はインド独立25周年記念の一環として、 設立された。当時のインドの総理大臣であるインディラ・ガンディは、環境意識を向上させるために、このような博物館がインドには必要なのである、と述べた。建物の整備と展示品の収集に数年要し、1978年の環境の日に開館した。建物の保守状況が悪いとする、2012年のネガティブな政府の報告書の後、 バイロン・マーグのグリーン認定を受けた建物に25億インドル P をかけて移転する計画が作られた。移転予定地は国立動物公園や国立工芸博物館、パーアナ、キーラ、国立科学センターなどが近くにある。また、ボーパール、ブバネーシュワル、ガントク、マイソール、サワイー、マードオプルには地区間が開館している。 2016年4月26日早朝、博物館内の火災によって、コレクションのすべてが消防した。この火災は午前1時30分ごろ、インド商工会議所が入居する6階から発生した。最終的に、収蔵品が保管されていた、博物館施設上総会まで延長し、消防が火災の制圧に成功するまでに、すべてのコレクションを焼き尽くした。 消火活動には200人程度の消防士と35台の消防車が出動し、消火には3時間半以上を要した。6人が建物に閉じ込められ、煙を吸い込んだとして病院に搬送された。報告書では、スプリンクラー設備が正常に作動せず、それが壊滅的被害の原因となったと示されている。公式ウェブサイトでは、 2016年4月26日の火災により、博物館本館でのすべての活動を一時休止します。と掲示されている。ありがとうございます。